皆さん、こんにちは。女優タレント、そして歌手として活動している上白石萌音さんを知っていますか？テレビドラマ「恋は続くよどこまでも」や映画「スタートアップガールズ」、舞台では「千と千尋の神隠し」に出演するなど、今とても注目度が高い女優ですが、彼女の結婚の噂についても注目されています。そうした話題について詳しく解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。上白石萌音さんは1998年1月27日生まれで、2023年現在の年齢は25歳です。鹿児島県鹿児島市の出身で、身長は152センチメートル、血液型は AB 型です。2011年、彼女は13歳の時から芸能活動を行っており、過去には日本アカデミー賞新人俳優賞第38回、新人俳優賞第26回、山路文子映画賞新人女優賞を受賞しています。さらに第26回日本映画プロフェッショナル大賞新進女優賞、第30回読売演劇大賞最優秀女優賞も受賞しています。上白石萌音さんは見た目の可愛さだけでなく、実力派の女優であることがわかるでしょう。上白石萌音さんは幼少期を現在の鹿児島県市菊式野市で過ごした後、2005年に鹿児島市へ転住しています。子供の頃から歌ったり踊ったりすることが好きで、鹿児島市へ転住した時から母親の勧めで市内のミュージカルスクールマリアミュージカルアカデミーに通い始めます。そして中学1年の時にミュージカルスクールの教員の勧めで、2011年の第7回東宝シンデレラオーディションを受け、審査員特別賞を受賞しました。また2歳年下の妹もグランプリを受賞しています。そして上白石萌音さんは妹と一緒に東宝芸能に所属することになります。上白石萌音さんが女優として活動することになったのは、2011年9月にホームメイド家族スタートラインのプロモーションビデオに妹と共に出演したのが初めてです。さらに同年11月に放送された NHK 大河ドラマ「郷姫たちの戦国」の最終回でドラマデビューを果たします。そして翌年の2012年にはミュージカル「王様と私」で初舞台を経験します。また長編アニメ映画「狼子供の雨と雪」では声優も務めるなど、多彩な一面も披露しています。女優として大活躍している上白石萌音さんですが、実は結婚の噂が浮上しているのです。その相手とは人気俳優佐藤健さんです。佐藤健さんは1989年3月21日、2023年現在の年齢は34歳です。2007年に放送された仮面ライダー電王で大ブレイクし、現在に至るまで人気俳優として活動しています。上白石萌音さんと佐藤健さんとは2020年に放送されたテレビドラマ恋は続くよどこまでもで初共演しました。ドラマの中でも息の合ったテンポでお似合いな雰囲気がありましたが、このドラマの番宣で2人の仲の良さがより際立っていたために、付き合っているのではという噂が一気に広がったのです。しかし実際にプライベートで2人で会っているような事実は確認できず、あくまでも噂だという話になっていたのです。ただ上白石萌音さんと佐藤健さんとが交際していると確信させるような数々の匂わせと目撃情報が出てきたことから、2人は結婚をするのではという流れになっていきました。その匂わせの一つは同じマンションに住んでいるということです。佐藤健さんは2022年に300平方メートルを超える 5LDK の高級賃貸マンションのペイントハウスに引っ越しをしています。これはファン限定アプリで明かされたことのため事実と言えるでしょう。そして時期は不明ですが、上白石萌音さんもこのマンションに引っ越しをしたことが報じられたのです。佐藤健さんの部屋があまりにも広いことから、上白石萌音さんと一緒に暮らしているのではという噂にもなりました。また上白石萌音さんの誕生日ライブで歌ったスパークルも匂わせだと言われています。上白石萌音さんは誕生日ライブでどうしてもこのスパークルを歌いたいと話していたようですが、実はこの曲は佐藤健さんも同じく誕生日イベントで熱唱していたのです。2人が結婚秒読みと言われる決定的な匂わせはペアの指輪をしているということです。
2020年3月17日生配信アプリシュガーの配信中、ファンに2人の指輪について指摘されました。上白石萌音さんと佐藤健さんとがつけていた指輪が明らかにペアリングのように見えたのです。しかし佐藤健さんはペアリングを完全に否定しています。その指摘された後日、指輪を外しているのをファンからツイートされました。指摘を受けて外すということは本当にペアリングだったのではないかと噂になりました。そうした匂わせがあった上白石萌音さんと佐藤健さんですが、結論、2人が結婚する可能性はあるのでしょうか。おそらく多くの人はこの結婚の可能性が一番気になっていることだろうと思います。2人が結婚する可能性は十分あると思われます。今までの数々の匂わせもそうですが、実はこの2人は結婚について気になる発言をしていたのです。上白石萌音さんは過去に20代で結婚したいと話していました。また佐藤健さんは35歳までに結婚したいと発言しています。この条件が成立するのは2024年3月21日までです。つまり2024年3月21日までに上白石萌音さんと佐藤健さんは結婚する可能性が高いということです。しかし、あくまでも2人が結婚する意思があることが前提です。ただ、佐藤健さんは過去に数多くの女性と噂になったことがあります。2007年に放送された仮面ライダー電王で共演した秋山里奈さんは佐藤健さんのマンションに通っていると報道されていますが、交際期間は半年ほどだったようです。また、元 AKB のメンバーだった前田敦子さんも佐藤健さんと噂になった一人です。この2人は2010年に放送されたテレビドラマ90で共演しており、その後2012年に AKB の卒業パーティーに参加した佐藤健さんと意気投合したようです。しかし前田敦子さんが佐藤健さんに告白したものの振られてしまったと言われています。実は佐藤健さんは広末涼子さんとも噂になっています。2010年に大河ドラマ龍馬伝で共演した2人は2014年2月にお泊まりデートをスクープされています。ちなみにこの時広末涼子さんはキャンドルジュンさんと結婚していたため不倫ということになります。2人は事務所を通じてお泊まりデートを完全否定しており、その後2人が一緒にいる姿は目撃されていません。佐藤健さんと噂になった女性は他にもたくさんいますので、上白石萌音さんと将来結婚するとは言い切れません。いずれにしても今後上白石萌音さんと佐藤健さんがどうなるのか多くの人が気になっているでしょう。上白石萌音さんは2023年1月にテレビドラマ探偵ロマンスに出演しており、同年2月には忍者に結婚は難しいに出演しています。また2019年には映画鑑別に出演、2024年2月に公開予定の夜明けのすべてに登場します。今後も人気女優として活動をしていくことが予想される上白石萌音さんをみんなで注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。